おはじゃい月光、ヤモリ光太です。はい、今回はですね、クレステッド月光の餌やり動画です。まあそんなわけで、まあ、今回はこんなものを買いました。こちらです。はい。まあ金ないね、まあ、ヨーロッパイエコオロギのSサイズを10匹買いました。なんでわざわざクレスのためにヨーロッパイエコオロギを買ったのかっていうと、まあなんか人工飼料の、まあ、であるパンゲアの食いつきがなんかいまいちだったかなと個人的に思ったからです。まあ、あとはなんか生き餌の方が人工飼料よりもなんか成長スピードが速い的なことを言った人がいたので買いました。まあそんなわけで今回は、まあ、1週間以上前にお迎えしたクレステッド月光にコオロギを与えます。それではレッツダコラグ。はい、それではコオロギを放します。食べました。見てください、かわいい顔です。かわいい顔で食べてますよ。おお、しかも迫力もある。すごい、かわいい顔しきり。いいね、いいよ、俺はこういうのが見たかったんだ。よかった、パンゲアの時は微妙だったけど、コオロギの時はめっちゃいい食いつきだね。それではもう一匹食べるか試してみます。認識してるよ。やばい、あー後ろに回り込んじゃった。やばい、ちょっと待って、ごめんね。大丈夫。おお、いいね、最高だね。もう一匹いけるかな。もう3匹目も食べるから。あー大丈夫ですよ、昨日うんこしたので。うわー、もう真っ先にいったやん。うわー、すげー、
うわいいね。はい、いかがだったでしょうか。まあ僕のクレステッド月光はパンゲアよりもコオロギの方が食いつきが良かったですね。まあそれでもやっぱりパンゲアを食べてほしいので、パンゲアに慣れさせつつ生き餌も与えて今後の成長につなげたいと思います。あ、そういえばまだ名前の方をつけてなかったですね。まあ今のところ性別は分かってないんですけど、まあとりあえず名前だけでもつけておきます。何にしよっかな。まあ夕焼けみたいな色をしてるので、まああれにしますかね。まあ夕焼け、小焼け、あ、もう小焼けにするか。よし、じゃあもう僕のクレステッド月光の名前は小焼けちゃん。まあ性別次第ではくんかちゃんになっちゃうんですけど、まあいいや。まあとりあえず小焼けちゃんということでね、まあ今後もよろしくお願いします。まあ今後も小焼けちゃんの動画を投稿するので、興味のある方はぜひチャンネル登録の方をお願いします。それではご視聴ありがとうございます。魔物の味方ヤモリ。